キワカンパニー代表の関根です。今日の3冊目はこれですね。帳簿の世界史という本で、夏休みに入ってですね、こうなんかこう歴史的なものを読みたいなと思って、ちょうど見つけた本なんですけど、これがですね、面白かったんですよ。これがで、帳簿についてこう、古代から現代に至るまで様々な場面で帳簿というのが果たした役割みたいなことを述べてるんですけど、その中でですね、商業教育の基本は簿記であり、そのゆくゆくは経営者になるエリートは若いうちに習得していた。簿記は経験を通じてしか身につかないということで、実地で現場で、現実の取引を本物の帳簿につけることにして学べないということであるとか、あとベンジャミン・フランクリンは複式簿記は偉大な徳とまでこう書いてあるということで、すごくこう帳簿複式簿記についてこう書かれててですね、でこの本読んで改めて、簿記3級を長女高一と一緒に取ろうと決めたんですけど、改めてこれやっぱちゃんと勉強した方がいいなということで気持ちを盛り上げてくれた本であります。であとは、簿記3級の試験に向けて、勉強の方もちゃんと進めていけたらと思います。それでは